ております。質問応答に基づく対災害情報分析システムと題しまして、長岡技術科学大学の、学部4年西山が発表させていただきます。まずはじめに参考文献はこちらの文献を参考にしました。概要ですが、今回あらかじめ災害が起きたときにあらかじめ救援者側が用意したいくつかの質問に対して、被災者側の情報がソーシャルメディアを通して自動的に通知できるようなシステムを構築したということです。その結果としてテストセット300個のうち回答が含まれる129個を評価したところ、あ、これちょっと数字間違ってますけど、1つの質問あたり605個程度回答が得られて、再現率が 0.519、 適合率が 0.608 というふうになったというふうな結果でした。背景になります。震災時には既存メディア、普段使うラジオだとかテレビが、被災者の場所では使えないということもありまして、さらにそういうテレビやラジオでは局所的な情報を伝えきれないというのがあります。そこでツイッターなどの個人が発信できるソーシャルメディアが今回、いくつか地震がありましたが、そういう時にツイッターなどの個人が発信できるソーシャルメディアが非常に、そういう細かい情報を保管していました。しかしながら被災者の情報が政府や救援団体にはこの細かい情報がたくさんありすぎて届かなかったり、いくつかの大量のデマがもうあって、そういうのに振り回される人が続出してしまいました。そういうことに対して現地からの要望と支援のミスマッチがあって、例えばマスメディアでは、適当なテレビだとかでは被災地や、防寒着が不足しているという、報道があったんでらしいんですが、現地では実際に必要だったのは防寒ズボンだったりとか、そういうふうにミスマッチがあったっていうのがありました。また平時では、予想の困難な物資の不足、例えば抗精神薬だとか透析用器具っていうのは平時で私たちが予想して、こういうのが必要であろうっていうのを予想するのは非常に難しくて、そういうのをソーシャルメディア上では言われてたんですが、非常に声が数が少なかったので、支援者には届かなかったっていうのがありました。そういったのを含めて想定外の質問も含めた多様な質問に対してソーシャルメディア上に書き込まれた膨大な資料から全体像を把握できるように、情報を伝えることが質問応答システムの、そういう、質問応答システムの構築が必要であるということで、今回その論文ではこの構築の、手順について説明します。この、情報システムが対災害情報システムと、名前がついてまして、システム構成がまずはじめに回答インデックス作成モジュールというモジュールがあって、ここで、あ、すいません、今回、使用したそのソーシャルメディアがツイッターの情報を主に、使ってまして、このツイッターの、中から構文パターンを抽出するそういうモジュールが1つ目で、その2つ目に回答検索時に使用するパターンがいくつかあるんですが、そのパターンにも似たパターンがいくつかあるので、そういったパターンを探すモジュールがこの含意パターン獲得モジュールというモジュールになります。次に質問作成モジュールというモジュールがあって、これはその救援者側が作った質問とこの回答の構文パターンをマッチさせるようなそういうモジュールです。最後に入出力モジュールっていうのは、先ほどこの全体像を把握できるような工夫して、そういうふうな情報を伝える方法を、情報を伝えるモジュールです。その一つ目の回答インデックス作成モジュールについて細かく説明します。大規模なツイートのデータから高速に質問応答を行うために、今回この回答インデックスというのを作成します。回答インデックスというのの役割は、質問文から作成したクエリを用いて高速に回答を習得するという、そういう構文、構文パターンを習得するというインデックスです。でこの構成なんですが、まずはじめに形態素解析、メカブで形態素解析を行った後、こちらの、ソフトを使って係り受け解析を行って、最後にそのツイートに対して2つのインデックスを作成します。1つ目が、回答インデックス1で、2つ目が回答インデックス2となっているんですが、この違いが、回答インデックス1では構文解析、構文情報が十分に存在する文章から抽出された情報だけを入れるのが構文、回答インデックス1で、それ以外の構文情報が不十分の文から、抽出するのがこの回答インデックス2になります。この回答インデックス2を作る理由なんですが、先ほどのこの平時だよその困難な物資の不足っていうのがあるんですが、こういうのは、そのツイートの数が少ないのもあるんですが、その発言する言い方で拾えなかったパターンというのが存在するということなので、そういうのも拾えるようにこの回答インデックス2というのを作成します。でその次に、その回答インデックス1っていうのは細かく言うと、
名詞句2つとそれらをつなぐ文節係受けという構造があったときにそれを取得するということになっています。例えば震災後宮城県で透析用器具が不足しというツイートがあったとします。そういったときには震災後宮城県という名詞句とそれらをつなぐ、不足していますですかね、宮城県、透析用器具っていう名詞句と、不足しているという、係受けの関係があったときに構文パターンとしてどこどこで何々が不足しているというパターンがこの文章から得られます。多分もそうですね。で、回答インデックス2というのはその名詞句1つと名詞動詞名詞形容詞のどれか1つの係受け構造があったとき、例えば宮城県です透析用器具が足りませんというのがあったときには、これだとこの構文パターンにはこういう何々と何々で何々が起きているというふうにはならないんですが、この場合は宮城県という単語一つと透析用器具が足りないという、まあ足りないというのは状況にあたるので状況っていうカテゴリーにこの回答インデックス2では分類してあげます。あともう一つがその先ほどのこの2つの回答からちょっとわからないかもしれないんですけど、この宮城県っていうのが例えば宮城県の何とか市何とか町というふうな細かい情報はツイートの中ではあまり入っていなくて、例えばその宮城県何とか市何とか町の何とか町だけ入ってて、何とか町で透析用器具が不足していますとなっていた場合、それが何県なのか、それが何市なのかもわからないので、それを知るために地名保管モジュールというモジュールを作ります。作成手順なんですが簡単に説明すると、地名辞書というのを作成して、それで地名文字住所をそれぞれの郵便データから取ってきます。そうすると例えば都道府県と市町村と町とか何とか町っていうのがこれ取れます。でさらにそれに追加してウィキペディアから自治体名の何らかの施設とか学校が入った文章を取ってきてあげて、より細かい何とか学校とか何とか公民館とかそういった情報をこの2つ目の辞書で作成します。でこの2つの辞書をマージして最後に明らかに曖昧性のあるもの、例えば何ですかね、人の名字、私の名字の例えば西山という名字があって、それが地名でも西山という名字があった地名があった場合にはそういうのは曖昧性があるので、そういったものを除いたこちらのエントリーを作成したそうです。概念パターン作成モジュール、先ほどの今のがこの回答インデックス作成モジュールについて説明しました。次に概念パターン獲得モジュールについて説明します。この含意パターン作成モジュールなんですが、そもそも含意パターンっていうのが、例えば X から Y まで移動するという、そういう、質問構文があったとして、それと X から Y まで歩くというのはほとんど同じ意味なので、こういったものを見つけるのがこの含意パターン獲得モジュールの内容です。種類なんですが、1つ目はクラス依存のパターンで、2つ目がクラス非依存パターンというのがあるんですが、1つ目のクラス依存パターンっていうのがY のための X っていうのが病名のための薬品だとか、薬品で病名が治るっていうのをその、Y と X のその何ですかね、 Y が 病気の名前であって X が薬品の名前だったら、これをこう入れ替えてあげると同じ意味になるで含意パターンになるっていうふうなのをこう集めてくる、種類ですかね、一つの種類ですね。同じ文章なんですけど Y のための X でも Y が病気で X が薬品だとこういうパターンがマッチするんですが、これが X が作業で Y が道具の場合はこういう2つのパターンにマッチします。こういったものを集めるのがこの含意パターンのクラス依存のパターンです。で、非クラス依存と部分パターンというのがほぼくっついていて、非クラス依存のパターンのうちさらに1つの名詞を含む部分パターンというのを部分パターンというのに分割しています。非クラス依存というのはその X と Y がさっきみたいになんかこういう病名とか薬品とかにこだわらないで、こういうただこういう何とかが名詞句が名詞句で孤立するというふうな文章があったときに、 X か Y で孤立するっていうの中から X が孤立するという文章と Y が孤立するというパターンを取ってきます。同じように Y では X に連絡ができないという文章から X に連絡ができない、 Y では連絡ができないという文章を持ってきます。でそれぞれこの X が孤立する、 X に連絡ができないというパターンとY で孤立する、Y では連絡できないというパターンを取ってくると、この2つ、この X が孤立する、X には連絡ができない、Y で孤立する、Y では連絡ができないというそれぞれの含意パターンが取れます。で次にその質問応答モジュール、今回の、中枢のモジュールなんですが、ユーザーが入力した文章から回答文章を出力するモジュールになっています。そのモジュールの構成なんですが、1つ目が質問文解析モジュールで、
質問文から先ほどの構文パターンを取り出すというモジュールになっています。もう一つが回答検索モジュールなんですが、こちらは回答インデックスから回答を検索する、これでパターンを抽出してインデックスから回答を抽出して回答を検索する、でその検索して出てきた答えを出力するというのがこちらのモジュールになっています。質問文解析モジュールの中身を説明します。例えば X、例えば場所ですかね、宮城県で何が不足していますかという文章があったときに、この中身を X ではもしくは X で Y が不足している、 Y が X で不足している、では不足している、 X で不足しているというこれらのパターンに分けます。このパターンに分けたものを回答検索モジュールでそれぞれこの X 何がいいか不足しているというのをこの、回答、質問文解析モジュールでこちらの出てきたパターンから外部パターンデータ、先ほどの生成したこういうパターンデータを引くことで最大で1500個の質問構文の外部パターンを生成します。でこれを先ほどの作った答えの回答インデックスから回答を検索してその出てきた答えを出力します。でその出力先なんですが入出力モジュールで出力します。回答検索モジュールから出てきたものをウェブブラウザ上で動作するものにするそうです。実際にこれも、一般公開して使えるようにするということです。でこの中には2つモードがあって、1つ目が意味マップモードというモードで、これは単語の意味クラスごとにまとめて表示するモードです。でもう1つは Google マップモードというモードになっています。意味マップモードなんですが、このように回答がこうなんていうんですかね、ちょっと見づらいんですけど、このガソリン携行缶とか水食料毛布というそういう救援物資みたいなカテゴリーだとか、ここら辺スタッフドクターっていう医師関係のカテゴリーとか、そういうふうに見た目でツイートの中身が分かるというクラスター、分類されたものが見た目で分かる、これパッと見白と黒だけなんですけど、実際には色ごとに分けられているそうで、その色は適当らしいんですが、その色ごとにそれぞれの何ですかね、属する場所が違うみたいな、そういう風になっているそうです。でまた下の方にこうちょっとよく見えないんですけど、時間のバーがあるみたいで、それで決まった時間にある時間までに、流れたツイートから得られた情報っていうのがそれぞれ表示されるようになるそうです。またその意味クラスはこちらの意味クラスを用いているんですが、この意味クラスに属さないものは部分待ちで適用しているそうです。もう一つの Google マップモードなんですが、質問の回答となる位置が地図上で分かるというそういう、アプリになっています。これで、この何ですかね、この住所の場所が、そのどこで炊き出しをしているかという質問に対してこれだけの場所が炊き出しをしているというのはツイートから、これを見ただけで分かるというそういう表示になっています。これも同じように時間軸で絞り込むことができます。で最後にシステムの評価実験の結果について説明します。評価項目いくつかあるんですが、今回は質問応答性能の再現率と適用率だけに、注目して発表します。評価セットは人手で回答を抽出した192問の質問とその正しい回答を、17,524個、このそれぞれの質問と、そのツイートのセットですかね、ツイートのセットになってます。で回答インデックスの生成方法なんですけど、2億2000万ツイートのうち災害に関連する345個のキーワードでフィルタリングした5400万のツイートを使用しています。そこから回答インデックスの1番と2番それぞれ作ってあげて結果になります。再現率が 0.519 なんですが、こちらの再現率を計算するときにシステムの回答に正答の部分文字列が入っている、もしくはシステムの回答が正答の部分文字列を含む場合に、正解として計算した結果が 0.519 になってます。低いんですが、これは、192問中回答が、そもそもゼロだったものが32問あって、それが質問を構成する名詞句が低頻度なものがあったということで、例えば、被災者相談窓口とか就職支援っていうのは低頻度語になるらしいんですが、これ対応策として複合語を分割して被災者の窓口相談にしてあげれば、被災者というのの窓口相談っていう2つに分かれるので、こういったものがあればより正答率が上がると思われています。また表現の置き換えで、これちょっと分からないんですが、就職支援っていうのを就職を支援するというふうに何らかの方法で置き換えてあげれば、そういうのも
低頻度語が高頻度語に変わる可能性があります。そういったものの、この回答がゼロだったものを含めなければ、よりその回答がちゃんと得られたものに対しては再現率はもっと高いんじゃないかというふうに述べてました。適合率なんですが、全回答から質問と回答のペア250個をランダムに抽出して得たそうです。またその得た回答に対して3名の評価者で正解かどうかを多数決で決めて、その多かった方を正解としているそうです。でその適合率が 0.608 ってなっていて、例えば何が汚染していますかという質問に対して Y が汚染されてしまう、 Y が汚染される、 Y から検出されるといったその答えの古文パターンが得られて、正門とかヘリなどの、これ、福島原発の話ですかね、正門とかヘリっていうふうに汚染という文字を含まないツイートからも答えが検出できたということです。また今後の展望なんですが、デマに対する対応として、今デマに対する対応は何もしてないんですが、この回答に含まれる大量のデマを言論マップというのを組み合わせることで、回答に肯定的情報、否定的情報を追加します。先ほどのこの横に、これを今これクリックすると、これこのワードが出てきたツイートを検索することができるみたいなんですが、それに追加して言論マップを追加してあげることで、その使うユーザー側がこれがもしかしたらデマなんじゃないかっていうのを推測できるようになるということです。また地名保管処理、今内容語から離れた位置をついてしまって正しい場所が出ていないそうなんですが、出ていないこともあるそうなんですが、それも省略省解析を今後導入していくことで改善できるのではないかということを述べてました。まとめになります。今回は災害時の情報を俯瞰的に把握するためのシステムの構築を行いました、説明しました。それによってリアルタイムでの回答の、ツイッターの回答の更新ができるようになり、それによってデマに対応する仕組みだとか、また幅広い質問に対応していて、古文パターンの言い換えや地名の保管処理によって幅広い質問に対応していて、より、なんていうんですかね、必要な、物資の名称などを俯瞰的に見ることができるようになったということでした。以上で発表を終わります。ありがとうございました。